はい、こんにちは、高橋です。さて、今週も終わりました。今金曜日で、もう夕方です。今日はね、もう早めにね、ちょっと帰りたいと思ってます。もうね、家でご飯を全然食べてないこの2週間。まあ土日のあのお休みの時はね、ちゃんとお家で食べてますけれど、それ以外の平日もうね、ずっとこう夜ご飯を、まあ懇親会だったりね、まあ会食みたいな感じでこう食べたりしてるんで、もうね、本当にお家でご飯を食べてないという、ママや子供たちからクレームが出ておりますね。ちょっと今日は久しぶりに、もう早く帰ろうと思います。で、まあ今週もね、いろいろまああったんですけれど、まあ、スケジュールがね、まあなんか今日はさ、ちょっとこんな雑談感な感じで、まあちょっと1週間振り返ってみたり、まあ来週どんなだったりとか、まあなんかね、そんなようないろいろちょっと少しお話をしたいなと思ってるんですけど、こういう雑談系ね、あんまり最近やってなかったんで。で、最近ね、まあその人と会ってることがだからめっちゃめちゃだから多いんですけれど、このね、この1、2週間、3週間ぐらいで、なんかね、まあある、方のこうご紹介からこう、うわーっていろいろ話が、お話が発展してってるんですけれど、企業のですね、採用サイト、ホームページ、このお話が今ね、非常に熱い。非常に熱いんです。まあいろいろ今ね、お話をさせてもらったりっていう機会がとても増えてきてるんですけれど、ね、今人がやっぱり取れないとか、そんな話ね、いろいろあると思うんですけれど、まあ採用ホームページの話が熱いね。ちょっとあんまり、まあちょっとこのぐらいにしとこうかな、ちょっと内緒にしとこうと思うんですけれど、まあ、そういう感じなんですよ。あとは今週だいぶいっぱい、チャンネル、この YouTube の中でもね、出してきた、やっぱり YouTube も熱い、ね、昨日の動画の中でも言いましたけれど、もうここへ来てさらにさらに YouTube、 もうどこに行っても YouTube、 やっぱり YouTube の話を非常に聞かれますね。まあなんかそんなこう、ちょっとうちの僕のこういろいろお話をしている中の、やっぱりそのなんていうのかな、まあトレンドというかね、こんなことが、出来事がありますよ的なことをね、今ちょっとお話をしてるんですけれどね。で、来週もまあいろいろあるんですけれど、まあとにかくね、集客、やっぱね、集客ですよ。集客数をとにかくやっぱり増やす。で、難しいことをね、やるよりもインターネットの中で、まあ、やっぱりね、半自動化をしてしまった方のが絶対いい、ね、いいですよね。なんか普通の雑談系のことをやろうとして、お話しようと思ってたのに、またなんかこうやってインターネットの話になってっちゃったりするんですけれど、まあインターネット使ってね、こうやって情報発信して集客するとかっていうのがね、楽しい、趣味みたいな感じになってます、本当に。だからまあこうやってね、どんどんそういう話になっちゃったりするんですけれど、面白いです。昔はほら、僕あのサラリーマン時代さ、いつも話してるように、ここにガムテープ巻いて、テレアポとかね、そういうのでこう集客したりしていたんですけれど、まあ、集客って言わないね、ああいうのはね、探客っていうのかな、探すお客さんって書いて。まあいずれにしても、自分からそのさ、やっぱり探しに行くっていうのは超大変ですよ、超大変。だから僕はそういう、なんていうのかな、そのやり持ってね、追っかけ回す営業っていうのもいっぱいやったしね。それで今はこうやってインターネットで集客をするっていうこともやっているので、どっちがいいかって言ったら、もう絶対今のこのネットでね、お客さんに、たくさんの人たちにこう知っていただいて、いいっすよ、こっちの方が圧倒的に、どう考えてもいいね。だからね、やっぱね、情報発信、話が
なんも全然なんかね、またインターネットの話になってきちゃいましたけど、まあ情報発信が大事だなって話なんです。なんか今週のね、まあ、いろんな方々とお話ししたけど、でも YouTube もそうだけど、その採用サイトの話でもそうだけど、やっぱりさ、まあ、それ以外の、あの方々と会話してても、情報発信大事ですよねみたいなね、情報発信じゃあどうやるみたいな、なんかこれこの話でまとまったかもしれない。情報発信です。コツ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 と、ね、魔法はないです。一気にドーンって何かが起こることなんてないんです。やっぱりどん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 たくさん出してった会社人、これがねやっぱり強いです、積み重ねが。だからね、情報発信する時間がないんですとか、もう忙しくてそんなことやってる暇ないんですとかね、それはもう言い訳です、言い訳。ネットでね、集客上手な人たちっていうのはやっぱり情報発信を本当に毎日やってる、そんな人たちだと思います。ぜひね、まあそんな感じで、頑張っていただければいいなと思います。さて、じゃあもうね、帰って、今日もなんかネットフリックスまたなんか見ちゃおうかなみたいな、あでもあれだ、本をねちょっとこうビジネス書もなんかも買ってきたりなんかやってるんで、ちょっとそれも見たいな。でも今日はもうビール飲んで、ネットフリックスで映画見て、もう早く寝よう。もう寝るのもね、もう最近、もう昨日も12時過ぎちゃってたりして、もうちょっと寝不足なんで、ちょっとゆっくりしてみたいと思います。パワー充電ね。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。また来週ね。っていうか明日 Vlog やるかもね。